今日は記念館別館いぶき庵で小早川秀明裏切りパスタ裏切りカルボナーラをいただきます。明太パスタが黒田長政東軍パスタで、カルボナーラが小早川秀明西軍でも裏切るんですけどね、西軍。なぜカルボナーラなのか、食べてみたいと思います。太い生麺ですね。裏切りの味ですね。ベーコン、燻製ベーコンよく効いて美味しい。ブルマンのバゲット美味しいですね。小早川裏切りパスタいただきました。カルボナーラ、燻製の効いたベーコンと生パスタが美味しかったですけど、それ以上に美味しいのがグルマンのバゲットでした。もう食べた瞬間、あ、これグルマンだなって分かりました。
バゲットが結局一番美味しかったです、今度はグルマンのバゲットと東軍黒田パスタ、明太パスタを食べてみたいと思います。お昼からは2名待機ガイドのお客さん入ってるそうですから、では裏切りパスタいただいたもので頑張ってガイドに出かけたいと思います。古戦場記念館は雨でもいっぱいです。雨でもガイドお客さんあるというのはありがたいですね。もう一大家康ブームでしょうかね。もうイベント化してますね。これはもう観光地ですね。では頑張って行ってきます。